どうも、ゆうたです。今回は、パワステフルードの交換、ちょっとウィーンっていう異音がしてきたんでちょっと交換するのと、これスバル純正の、あのレガシーのかなの、パワステフルードのクーラーにちょっと交換をしたいと思います。今回はちょっとあのシムスのフルード頼んでたんですけど、なんかネットで注文しても勝手にキャンセルされちゃって、あのオートバックスでこれクスコのやつを買ってきました。はいはい。で、まずここがパワステフルードの、タンクなんですけど、こんな感じで、ここにこのクーラーがつくんで、まず先にこっちのクーラーをちょっと付け替えようかなと思います。はい、とじゃあまずここをちょっと外していきましょうか。よいしょ。うわ、取れた。なんか今すげえどっかに飛んだ気がする。思ってたほど出てこないな。よいしょ。よし。そしたら次こちらを、つけましょう。スルッと入ったな。こんな感じでね。はい。で、あとこっちなんですけど、ちょっと古いのを抜くためにこっから抜くんで、はい。で、今こういう感じでね、あの作りました。はい。んで、ここのリザーブに今ちょっと溜まってるんで、これが空になるぐらいまでちょっと出します。で、そしてから新しいのを入れて、どん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 こっちから古いの出して、こっちから古いの出して、こっちに新しいの入れてっていう方法でちょっとやっていこうかなって思います。ちょっとね、パステフルードの交換初めてなんで、ちょっとね、うまくできるかわかんないですけど、ちょっと挑戦していきます。はい。で、汚れ具合はどうなんだろうね、これ。どうなんだろう、これ。汚れてんのかな、結構。こういう感じです。でね、イグニションオンにしてエンジンをかけないで左右に回すだけらしいので、ちょっとね、回してみます。
てきましたね。一回これでね、今ね、右に全開切った状態。で、フルードがもうちょっとで、これなくなるんで、そしたらちょっと入れますね。すげえむずいな。はい、そんじゃあね、ちょっと入れていきます。やべ、豪快にこぼした。豪快にこぼしてる。やばい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 、やばいよ。してるね。それでまた回していきます。それでまたリザーブが空になってきたんで、また足していきます。そこからやってみようか。普通にこうやって、でこれね、今ジャッキアップしてるからこんだけ回りやすいっていう感じです。はい、でそしたら今ね、もうここに出てきてるのがちょっと茶色、黒じゃなくて赤っぽいの、これ赤なんですけど、こういうのが出てきてて、
容量が VAB はどのぐらいなのか分かんないんであれなんですけど、一応これ1リッター缶なんで、で一旦ちょっとこっちを、ここはもうこれに新しいのにつないじゃおうかなと、こいつをね取っていきたいんですけど、すごいこぼれそうだな、こぼれそうだけど、もうここ、これは引きようがないもんな。でそしたらこっちのやつを、うわすっげえ、うわ汚ね、すげえ垂れちゃってる、まずいねこれ。よし、んでこいつ入らへんかな、買って手や無理、手じゃ無理や、よし、んでこいつをぶっ刺す、よし、どうでしょう、どんなもんじゃい、これでんでね、これでねここに今交換したばっかのこのフルードなレザー板の中にね、綺麗な赤いのが出てくれば、まあ、それでいいんだけど、茶色いのが出てきたらちょっとスポイトで取りたいと思います。あ、でもダメだな、そしたらエア噛んじゃうな、先にちょっと入れないとダメだね、やっぱり。とりあえず回してみようか、ハンドル。うん、まあ大丈夫かな。これ見てもらうと分かるんだけど、ホースをここ戻したことでリターンのやつがタンクに行くから、ハンドルをこう回してもリザーブのが減らない、さっきまでは減ってたんだけど、
ていう感じですね。そうなってくるとここのメモリがホットマックス、コールドマックスって書いてあるけどかなり入っちゃってるからコールドマックスまでちょっと、あ、先にちょっとエンジンかけてみようかな。ちょっと一回エンジンをかけてみますか。ニュートラル。新しいのが混ざったのかな。ちょっと廃油ボックスで僕いつも捨てるんで、まあ元々高いのかな多分。っていう感じです。そんでね、ちょっとね、今結構雨降ってたんで作業中断しちゃったんですけど、今コールドマックスまでこういう感じで注射器で抜き終わったので、これで一応もう作業完了となります。はい、っていう感じで以上です。はい。